仮面をかぶり楽器を奏でる楽団が家にやってきたところ、イタリア南部のポンペイで出土した紀元前1世紀にモザイクの技法で制作された辻音楽史。本作には左の端で少年が見守る前で2本の管からなる笛を吹く女と、白い衣を下半身につけた前かがみになって小さなシンバルを鳴らす男、腰にピンクのマントを巻いて大きなタンバリンで音を出す男が戸口の方へ向かう様子が表現されています。これは紀元前300年頃の演劇の一場面を表しているとされていますが、これも仮説でしかありません。ただし演劇が盛んだったイタリア南西部のカンパニア地方に位置したポンペイの町の市民たちは、これらの人物たちが織りなすシーンがどの劇の作品のものなのか言い当てることができたのかもしれません。